ギノワン市立ての球場春季キャンプ中の横浜 DNA ベイスターズギノワン市立ての球場は沖縄県ギノワン市のギノワン市立総合運動場内にある野球場。ギノワン市が運営管理を行っている。1987年3月13日に完成したプロ野球横浜 DNA ベイスターズが公園内各施設と合わせて春季、秋季のキャンプ地として使用しており、 春季キャンプ期間終盤にはオープン戦が開催される。2010年2月28日に行われる予定だった横浜ベースターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのオープン戦が前日発生したチリ王地震による津波警報発令により中止となる出来事があった。本球場は東、シナ海に面する形で設置されている。施設命名権により 2018年2月1日からアトムホームスタジアムギノワンの故障を用いる。2017年12月6日、ギノワン市に本社を置くアトムホームが命名権を取得し、2018年2月1日から5年間の契約でアトムホームスタジアムギノワンの故障を使用する。ギノワン市立ての球場ネーミングライツパートナー及び愛称の決定について、 ギノワン市役所2017年12月7日宿。アトムホーム、ギノワン市立の9条ネーミングライツ、契約調印式の模様アトムホーム2017年12月6日。ありがとうございます。